野田家純也、ゴリオにボールを預けます。しかしここは少しミスがあったか。ボールを拾う野田家純也、シュート、決まった。長畑が野田家のクロスを合わせていきました。先制したのは鹿児島ユナイテッド FC。 向かい風で、風に向かっていく前半戦でしたが、エリアに侵入した野田家のラストパス、長畑が後ろから飛び込んでいきました。ゴールキー